はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。ね、間もなく7時になろうとしてますね。もう今日はこれで最後ハンギョレと言いましてですね、何と言いましょう、愉快なお隣さんの疲れてきたわサハ系メディアでございまして、今のムン・ジェイン大統領も設立に関与したと言われています。ハンギョレですね、日本語サイトをお作りいただいているので私も読むことができます。これのですね、1月6日昨日出た記事ですね、こういうのございまして、ラムザイヤー教授またもや妄言、慰安婦強制連行の証拠ないというタイトルの記事ですね。サブタイトルが、違うか、これは込み出しか、ちょっと読んでいきましょうか。日本軍慰安婦被害者を、被害者ですかを売春婦と表現し、そりゃそうでしょ、別に内容から言えばそういうことですからね。物議を醸したハーバード大学、それは物議って言うてんのはあんたらだけの世界ですね。ハーバード大学ロースクールのマーク・ラムザイヤー教授が今度は慰安婦強制徴用の事実を立証する同時代の文章はないと主張した。前から言うてはるから別に今度はっていうことはないと思うんですけどね。ラムザイヤ教授は5日過去現地時間、ハーバード大ロースクールのホームページに掲載した太平洋戦争における性サービスの契約批評に答える、でこれまで自身に向けられた批判に対してこのように主張した。ラムザイヤ教授は同論文で、韓国人女性が自分の意思とは関係なく銃口を向けられた日本軍によって慰安婦に連れて行かれたという主張は偽りだと指摘した。そう彼の言う通りですね。彼は特に吉田誠二氏が1983年に出版した本、私の戦争犯罪の内容が慰安婦強制徴用の事実上唯一の根拠だと強弁した。同書は吉田氏が最終道から直接慰安婦を連行したという経験談を記した手記だ。ラムザイヤー教授は同書について、騎馬部隊が韓国人女性を銃剣で脅して強姦し、慰安所の性奴隷として送り出したという内容だとし、韓国人女性の強制徴用説を取り上げた1996年の国連報告書はかなりの部分同書に依拠していると主張した。1945年の終戦後、35年間強制徴用を立証するいかなる証拠もなかった。1980年代後半になって一部の韓国人女性がこれを主張し始めただけだとし、吉田氏の本をきっかけに韓国人女性たちが過去と違って強制徴用を主張し始めたが、吉田氏は死ぬ前に自分の本がフィクションだと認めたと指摘した。これくしくもですね、ラムザイヤ論文を、ラムザイヤさんがネットで発表した論文を引用することでですね、愉快なお隣さんの人たちにですね、正しいことを伝えているような気がしますけどね。で、ラムザイヤ氏は、ラムザイヤ教授は2020年12月、もうちょっとここあれしましょうか。飛ばしましょう。このラムザイヤー教授の主張を延々と引用してるんですよ。彼は自分の主張に反駁するには論文を学術誌に掲載し審査を受けなければならないと主張した。世宗大学のパク・ユファ教授が慰安婦関連書籍を出版して訴訟に巻き込まれた事件と、リュ・ソクチュン前ヨンゼ大学教授が抗議中に日本軍慰安婦を売春と言って裁判を受けた事件を取り上げ、学問の自由は侵されていると主張した。その通りやん。その通りやん。ラムザイヤ教授の主張は、日本政府が発見した資料では、軍や関係による強制連行を確認できるものはなかったという日本政府の主張と同じ脈絡だ。日本政府は慰安婦動員過程の強制性を認めた河野談話1993は継承するとしながら、強制連行における軍や関係の関与は否定している。日本政府は2015年末の韓日慰安婦
府合意後、2016年初めて、開かれた国連女性差別撤廃委員会第63回会議でもこのような内容の答弁を提出している、当時も慰安婦強制連行の証拠はないと主張することで慰安婦性奴隷国家犯罪という国際社会の常識を覆そうとしているという批判を受けたという記事、そういう記事で途中飛ばしましたけどね、すごくねこう面白いのはラムザイヤー教授のですね主張と日本政府の主張をですね紹介はしているんですけども、あのどう言いますか、それに対してそれが虚偽であると、嘘であると、偽りであるということをですね反論するようなことは一つもないんですねこれこれこういうことでこれは明らかになってるから明らかに妄言で、あのラムザイヤ氏の言ってることは妄言であるみたいなことをですね、こう書けばいいのにっていうか、まあ、書けないんでしょうね、あの吉田誠二というあの沢氏が書いたあれはもうラムザイヤさんが言うと唯一の根拠ですね、彼らが根拠するところであって、それは嘘だというふうに本に認めてるわけであって、その息子さんが今かわいそうにね一生懸命お詫び行脚みたいなことをなさっていましたね、あの自分たち の, あのいい加減な父親のおかげで国に迷惑をかけたと、国民に迷惑をかけたということで、あのこれ1年ぐらい前に大騒ぎになったんですけど、ラムザイヤさんの、で大騒ぎになって、あれ結局論文載ったか載らへんか知りませんけども、あの別にそのどう言いますかね、ラムザイヤさんが目新しいことを言うたようには思えなかったんですけどね、私にとっては従来こう知られていたことを言うてるだけなんですけどあれですね、またそれを同じことを繰り返してるだけの話なんですけど、その時からですねこう理論的な反論は一切なかったんですよこれあの人の言ってることはこれ違うやんという、こんなんこれは自明やとかってそういうこと言えばいいんですけど、できなかったんですね。でまた妄言やって言うてるだけでそれだけなんですけど、あのどう言いましょうね、思考としてね、彼らの思考として、乙女さんの思考としてその理論的に反論するということは必要ないと思ってるんじゃないでしょうかね。それが妄言やって自分たちが思えばそれは妄言になるというふうにお考えになってるのかもしれません。であればひどくですねこの社会科学的なこう思考ができていないんではないかなと思いますね。この問題いつもこうなります。でここに一部出てきましたけど、向こうのお隣さんの大学の先生たちもですね、一部おかしいと、自分たちの主張がおかしいというようなことを多少発言されたりするんですけど、ほぼそれが犯罪に近い行為になります本当にあのポリコレなんですよね、向こうではあのこういったことで日本側の主張に近いことを主張するというのはあのポリティカルコレクトに違反するわけで、要はあの間違ったらこうやってはいけない、言ってはいけないことになるわけなんですね。で完全に学問の自由もありませんし、言論の自由もありません。まあ、あの私が、ね、不思議に思ったのは、あの2年ぐらい前に話題になったあの反日種族主義っていう本を出された7人の大学の先生たち、いまだに無事なんですよいまだに無事というのがですね、生きてられんのっていう感じなんですね。あのそれまでにいろんなですねその種の本があったんですけど、大体出版禁止というかになって、でその書いた人はですねとんでもない目に遭うというのがこれまでのパターンやったんです。なんであれだけこうあれだけは向こうでもですね10万部ぐらい売れたらしいですね。日本では20万部ぐらい売れたらしいんですけど、私未だに読んでないんですけど、あの特に目新しい事実はないっていうふうに誰かが書いてありますんで、まあ、別にええかという感じなんですね、なんであのそれはいいんですけど、まあ不思議ですねこの構図というのが。あのここにラムザイヤさんというねあのハーバード大学の教授が出てきて、それを言うともうヒステリックにですね、あかんあかんあかん
ーンってこうひたすら叫んでるわけですね。ほんで非難の仕方がラムダリアさんと日本企業は関わりが深いとかそういうことをおっしゃるわけで、まあそれはそういうのがあるのかも分かりませんし、ラムダリアさん自体が日本に対して親しみを感じているのかも分かりません。まあ別にそんなんでも三の次でいいわけですよ。それよりも彼の学問的な主張がですね、どこがおかしいということを 学問的に反論すればいいだけの話なんですけど、それをせずにひたすら非難ゴー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 とこう声を大きくして言うてるだけという状況ですね。それがいかにも滑稽なんですけどね彼ら得意のですね、一人相撲の一人負けというパターンにはまってるんちゃうかなと思いますね。当然ながらこれ半魚霊ですんで、晴れません。晴れませんので、ご自身で読みたい方は探してください。今、だいたい7割ぐらいは読みましたね。ラムザイヤ教授、またも妄言、慰安婦強制連行の証拠ないというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。